回は鎌倉時代に行われた13人の合議制などについて解説していくぞ。まず13人の合議制が行われた舞台である鎌倉時代について解説していこう。鎌倉幕府とは鎌倉に成立された武家政権のことである。一般的に鎌倉幕府が成立してから滅亡するまでの期間が鎌倉時代と考えられているが、鎌倉時代の成立時期については諸説存在する。その成立時期とは、1180年に鎌倉幕府初代将軍である源頼朝が静岡県東部にある伊豆ニラ山で挙兵した時期や、1183年に源頼朝が朝廷より東国の支配権を認められた時期、頼朝が右近衛大将に就任した時期、1192年に頼朝が征夷大将軍に任命された時期が鎌倉時代が成立された時期だと考えられているぞ。本当にいろいろな考え方があるんだね。まあ結論を言うと、諸説ありすぎて現在でも議論が続いている状態だけどな。それでは本題に入っていこう。13人の合議制とは一体何なのか、まずはそこから解説していこう。13人の合議制とは、鎌倉幕府2代将軍であった源頼家の時代に作られた集団指導体制のことである。13人とある通り、そのメンバーの数は13名で、いずれも有力な御家人で構成されているのが特徴だった。そして13人の合議制が作られた理由は、源頼家の独裁的な政治を抑える必要があったからと言われている。源頼家による独裁的な政治、文章の意味はなんとなく理解できるが、もっと具体的に解説していこう。鎌倉幕府はもともとカリスマ的才能を秘めた源頼朝がいたからこそ成立していた組織だとする見方が強い。それは当時の武士とその主君は所領を保証する御恩と、有事の際に主君のために駆けつける奉公という関係性を構築したのが頼朝だと考えられているからである。この関係性を構築したことによって、頼朝は多くの武士から支持され、当時鎌倉幕府は絶対的な権力を持つことができたと言われている。しかし頼朝が亡くなった後は、この御恩と奉公の関係性が崩れる事件が発生することになった。その事件の原因となったのが、当時2代将軍だった頼家の存在である。この頼家は父親が頼朝、母親が北条政子の間に長男として生まれた人物である。やがて頼家は18歳という若さで将軍になったのだが、とんでもない問題児だったと鎌倉幕府の歴史書である吾妻鏡に記載されている。しかし実際のところ、頼家はいろいろと謎が多い人物として有名である。吾妻鏡の記載内容を読み取ると、頼家はこれまでの習慣などを無視した政治を行っていたから、現代では問題児扱いされることが多いんだ。しかしその習慣については詳しく明記されておらず、暴君と呼ばれるような行動は行っていないとされるな。なんだか闇が深そうだね。まあそこら辺は話すと長くなるので、今回の解説では吾妻鏡の記載に基づき独裁的な政治を行っていたとして解説を進めていくぞ。うん、わかったよ。話を戻そう。頼家は生まれながらの鎌倉殿として多くの祝福を受けながら成長し、独裁的な政治を行った結果、多くの御家人たちは頼家に不満を持つようになった。その状況に危機感を抱いた北条政子は、御家人たちの不満を解消するための策として将軍の権力を抑えることを考えるのであった。こうして北条氏を中心に作られたのが13人の合議制だったのである。博士、13人の合議制ってことは13人が集合して会議などを行っていたの？13人の合議制は将軍に代わって政務を行うことを目的として作られていたが、実は毎回13人全員が揃って会議を行ったわけではなく、また話し合いによってまとめられた意見の最終判断は
将軍である頼家によって決定されていたと言われているな。つまり13人のご意見番がいたってことなの？ざっくり言えばそのイメージでいいと思うぞ。また13人の合議制の運用期間は約1年と短いものだったとされる。しかし頼家の権力、発言力などを弱めるには十分な期間だったと考えられている。それでは13人の合議制のメンバーを紹介していこう。1、北条時政は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武士であり、伊豆の国の豪族の北条時家か北条時方の子供とされ、北条政子、北条義時の父親である。また鎌倉幕府の初代執権を務めた人物でもある。2、北条義時は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武士であり、鎌倉幕府の第2代執権を務めた人物であり、後に鎌倉幕府の実質的な指導者となった。3、三浦義澄は平安時代末期鎌倉時代初期の武将であり、桓武平氏の流れを組む三浦氏の一族の出身とされる。4、八田智家は平安時代末期鎌倉時代初期の武将である。下野宇都宮氏の当主であった宇都宮宗綱の四男とされるが、出生については謎が多く、一説では源義朝の烙印だと考えられている。また織田氏の始祖であり、織田城の築城者としても有名である。5、和田義盛は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将である。もともとは三浦氏の一族の出身で、頼朝の挙兵に参加し、やがて初代侍所別当に任じられた人物である。6、比企能員は平安時代末期から鎌倉時代初期の武将である。出生については諸説あるが、藤原の秀里の流れを組む比企氏の一族の出身だと考えられている。7、足立盛長は平安時代末期鎌倉時代初期の武将である。鎌倉時代に繁栄する足立氏の始祖であり、頼朝の流人時代からの側近である。8、足立遠元は平安時代末期から鎌倉時代初期の武将であり、足立氏の始祖と考えられている人物である。9、梶原景時は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将である。石橋山の戦いで頼朝を救った人物として有名である。また景時は高い教養を持っていたことから和歌を得意とした人物でもあった。10、大江の広元は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての貴族であり、初めは朝廷に仕える下級貴族だったが、鎌倉に下って頼朝の側近として鎌倉幕府の創設に尽力したとされる。11、中原の親吉は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての下級貴族だったが、後に頼朝の側近として主に幕府と公家の交渉の場において活躍した人物とされる。12、三好康信は平安時代末期から鎌倉時代初期に活躍した人物である。13、二階堂幸政は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての下級貴族であり、二階堂氏の始祖となった人物である。以上、これら13名によって13人の合議制は構成されていたのである。率直な感想だけど、いろんな人がいるんだね。武士だけじゃなくて貴族もいるとは思わなかったよ。確かにそうだな。一説には13人は将軍のご意見番となるので、さまざまな立場の人物を集めたと考えられているぞ。なるほどね。それでさ、博士、13人の合議制については分かったけど、タイトルに記載されている鎌倉殿って一体何なの？鎌倉殿とは鎌倉幕府の将軍のことを表す言葉だな。現代では鎌倉幕府の歴代将軍を指す言葉として広まっているが、もともとは鎌倉幕府を開いた初代将軍源頼朝の継承、もしくは
鎌倉幕府そのものを指す言葉として使用されていたと考えられているぞ。では最後に鎌倉幕府の歴代将軍を解説していこう。歴史上では先ほど博士が言った通り、鎌倉殿は頼朝または鎌倉幕府を指す言葉だったが、現代では少し扱いが違う。そのため今回の解説では鎌倉殿については鎌倉幕府の全ての将軍に該当する言葉と考え、歴代の将軍を紹介することとする。その歴代将軍は次の通りである。初代将軍源頼朝、二代将軍源頼家、三代将軍源実朝、四代将軍藤原頼経、五代将軍藤原頼次、六代将軍宗隆親王、七代将軍惟康親王、八代将軍久明親王、九代将軍織国親王である。博士、徳川将軍みたいに鎌倉幕府の場合は全ての将軍に源がつくわけではないんだね。実はそうなんだ。この源が途中でつかなくなった理由は、源の実朝に子供がいなかったことから、河内源氏の血筋が断絶したからだな。なるほどね。13人の合議制は頼朝の権力を弱めるために作られた。しかしその権力を弱めることを狙っていた可能性は否定できない。なぜなら頼家は23歳の若さで北条氏に深く関係のある人物たちから暗殺されてしまうからである。歴史とは時に誰かが暗躍した結果生まれる政策があったことを忘れてはならない。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。